い、こんにちは、犬とびです。今日も漢字を書いていきたいと思います。よろしくお願いします。今日の漢字は比べるという字です。漢字の成り立ちは2人が同じ方向を向いて並んだ形、この2人が並んだ形から並べるや比べるという意味になりました。はい、この比べる、比較ですね。今日はこの比較についてお話ししたいと思います。人はね、結構誰でも人より特別だと思いたいし、私は人よりも平均以上だと思いたいことが多いです。まあね、私は人よりも劣っていたいとか思う人はもうまずいないと思うんですけど、まあ大体ね、誰でもそう、自分が特別だと思いたい生き物です。そしてまた、この特別だと思うためには人と比較をしないといけないわけで、そしてこのまた比較がね、最近はもうインターネットとか SNS の影響で世界中の人と自分を比べるきっかけがあるわけなんですよね。それでますます私たちの比較癖はエスカレートしてきました。もう今まではね、自分の身の回り、学校とか会社とか、ね、ご近所さんとかだけ比較してたのが、まあまあ全く知らないような人とも、ね、比較し始めたわけなんですけども、これね、まあ、例えばあの人の方が仕事ができてるとか、あの人の方がたくさんお金を持ってるとか、あの人の方が可愛いとかね、あの人の方がかっこいい旦那と結婚してるとか、こんな感じで私たちはもう知らないうちに勝手にね、もう人と比較してしまう癖を持ってる気がします。それももうますますね、最近はその先ほど言ったように SNS 等でエスカレートしてきたわけなんですけども、この比較が私たちにどんな影響をもたらしているのかと言いますと、どうしても劣るわけですよ。比較すると、まあ、上を見たらキリもないし、下を見てもキリがない。上を見て、もうなんで私はこの人よりも仕事ができないんだと思う反面、自分よりも仕事ができない人を見ると、あ、私はこの人よりも仕事ができるからこのままで OK だということで、今度は成長しないんですよね。上と比べれば自分を責めることになるし、下と比べれば自分の成長ができない。だから比較するっていうのは何にも生まないんですよね。で、さらにさらに最も悲しいなと思うことは、まあ、例えば自分がその上と比べることで、まあ、自分のことをよく思わなくなりますよね。もう責めるような相手に出会う、もうこの人には絶対勝てないと思うような優れた結果を出した人たちからちょっとね、距離を置きたくなっちゃうんですよ。もう自分が近づくことで自分がその人と比較されるのを恐れるんですよね。やっぱり私には価値があると思いたいわけで、やっぱり良い結果を出せてない自分はもう居場所がなくなるんですよね。よく思われたい、受け入れてもらいたいという、もうこの欲求で私たちは人と比較してしまうわけなんですよね。でもね、もうこれはね、どん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 もう自己批判を続けることになるんですよ。例えば子供からうるさいって言われるのと、会社の人とかにうるさいって言われるの、全く違いません？子供からうるさいって言われても、はい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 、すいませんねぐらい思うけど、大人の人、会社の人とかからうるさいって同じように言われると、え、私なんか悪いことしたかなとか、すぐに自己批判してしまいませんか？私なんか悪いことしちゃったかなとか、ここなんですよね。同じ言葉でも勝手に自分で解釈を変えて自分を責めるんですよ。自分の不十分さを自らけなしてけなして、人によって攻撃力を変えるんですよ。子供から言われたらちっとも痛くも痒くもないことが、その同じ言葉でも人によって変わる。
これはね、やっぱ人から拒絶されていることを恐れているんですよね。自分はその人に受け入れられてない。子供には自分が親として受け入れられてるから、何を言われても痛くも痒くもないんですよね。ここの違いがやっぱり自分自身を周りに認められてるんだっていう自信がないもので、不安から自分をね蔑むようになるんですよ。でもね、これって結局何の解決もならないんですよね。どんだけね比較しても、もう全く違う生き物なので比較しようがないんですよ。まあ、例えば猫がね強いライオンになりたいと思っても、ライオンが可愛らしい猫ちゃんになりたいと思っても絶対なれないじゃないですか。もう全くそれと一緒で、他人のようにすごくなりたい、可愛くなりたい、お金持ちになりたいとか思っても、その人その人の全くやり方も同じようにやったとしてもうまくいくいかないが絶対あるんですよね。それが個人差というので、同じようには絶対なれないんですよ。同じ結果にはならないのにそれを求めてしまう。もうね、これね一回やりだしたらキリがないんですよね。でも結局この自己批判しても全く効果的なことなくて、もう、メンタルの病気になるのがもう最終的な、最終的にはメンタルの病気になってしまうんですよね。だからもうこういう時は自分自身を認めてあげてほしいです。なんかね、なんでこんなに自分は自己批判をするほど何を恐れてるんだろうっていうのをちゃんと見つめてあげて、ああそっか、こう言われることで人から嫌われたりするんじゃないだろうかとか、周りの批判でね自分を悪口言われたくないだけかもしれないとかね、そういう自分がいるってことに気づいてあげて、またね自分自身を慰めてほしいんですよ。あ、もう怖いんやろね、怖いんだねって、周りから自分を守ろうとしてるんだねって、そういうふうにね自分自身にこういう時は声をかけてほしいです。その結局守れるのは自分を守れるのは自分だけなので、その自分が敵になってはいけないんですよ。最後まで自分の味方であってほしい。そういう時に自分に慰めてあげてほしいというか、応援してほしいんですよね、自分自身を。どんなことを人に言われても、その受け方次第では、子供に言われた文句のように簡単にもう何とも思わなくなるんですよね。だって言われたとしてもどう受けるか、どういうふうに解釈するか、どういうふうに咀嚼していくかはそのあなた次第ですよね。だから大丈夫なんですよ。自分に完璧じゃないけど、私はもうベストを尽くしてるじゃないのって、頑張ってるじゃないのって、自分自身を慰めてあげてください。もうね、どんなことがあってもどのように自分が解釈をするのかは自分次第なんですよね。だからね、もうちょっと言われたくないような、耳が痛いようなことを言われたとしても、私は嫌われてるんだ、私はダメな人間なんだとかいう解釈をするんじゃなくて、自分が頑張ってるところとか大切にしてるところとかを自分自身で認めてあげてください。あの人はお金あるかもしれないけど、私だって生活が苦しいわけじゃないじゃないとか、ね、あの人はすごく可愛いけど私だって目が可愛いじゃないとか、そんな雰囲気が可愛いってよく言われるじゃないとか、そんな感じで自分のいいところを探して認めてあげてください。比較するっていうのはもう何にもメリットはないので、もしも比較癖が取れないなと思う人は、
少しでも早くそこに気がついてほしいと思います。はい、それでは今日はこの辺で。本日の漢字は比べるという字でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。犬飛びでした。